JFA 日本サッカー協会が主催する小学校の教職員向けの体育サポート研修会が1月27日に名古屋小学校で開かれました。この研修会は子どもたちにサッカーをはじめとするスポーツに興味を持ってもらうため、まずはスポーツとの出会いの場でもある小学校の教諭にその楽しさを体感してもらおうと、 JFA が9年前から全国で開いているものです。研修会では JFA 公認インストラクターで元小学校教諭の中西純也さんが名古屋小学校の教職員12人にサッカーのウォーミングアップやミニゲームの方法を実践を交えながら紹介しました。その中で中西さんは、先生が子どもたち一人一人としっかり向き合い評価できるよう、授業内容を詰め込みすぎないことや、簡単な手作りボールで全ての児童がボールに触れられる機会を作ることが大切であると呼びかけていました。子どもたちって非常に飽きやすいんで、手を変え、品を変え、本当に最初遊びみたいなやつからだんだんサッカーに近づいていくっていうのがサッカーの授業だっていう感じですね。だからいきなりやんなくていいです。だからみんなで楽しみながらですね、少しずつ上げていくっていうのが大事かなと思います。参加者はおよそ1時間、児童の気持ちになりながら思い切り体を動かし、楽しみながら研修に臨んでいる様子でした。小学校の体育の中で、こちらが配慮すべきことを整理して伝えていただいたので、授業に生かせるんじゃないかと思います。一般社団法人日本全校会が、地域のために献身的な活動を行っている個人や団体を表彰する令和4年度秋季全校表彰状伝達式が1月27日南城内の大手口センタービルで行われました。日本全校会ではボランティア活動や社会奉仕活動など地域の明るい社会づくりに貢献している個人や団体を毎年春と秋の2回表彰しています。この日は日本全校会佐賀県唐津支部の藤本秀幸支部長が伝統文化の継承や青少年の健全育成などの活動が認められた個人4人と3団体に表彰状を手渡しました。受賞者を代表し、長年剣道を通して青少年の健全育成に貢献した太田孝則さんが、この受賞を励みに、これからも研鑽を重ね、活動を継続していきたいと謝辞を述べました。今回、令和4年度秋季表彰を受賞された方々は次の通りです。福岡市に本社を置く活魚料理専門店の有限会社川太郎が呼子町にクラフトビールの醸造所を新設することになり、1月31日唐津市と立地協定を締結しました。川太郎では呼子の特産品などを用いたクラフトビールを開発、製造、販売することで呼子のさらなる認知度向上につなげようと醸造所を新設することにしました。このクラフトビールというですね、新たな特産品を地域の飲食店や温浴施設、キッチンカーなどで販売をしていただきまして、情報発信をいただくことによりまして、呼子はもちろん唐津全体の知名度とブランド力の向上が図られるものと期待をいたしておりまして、呼子の方のですね、さらなる発展、地域の、地域への貢献、それと誘客ということを、モットーにして、
今まで以上にですね、盛り上げていきたい。有限会社川太郎は今年8月の創業開始を目指していて、新規で8人の地元雇用を計画しているということです。マイカーに依存しない環境にも配慮したライフスタイルを推進しようと、県内を走るすべての路線バスの乗車運賃を無料にする取り組みが現在行われていますが、2月1日はこの取り組みを広く周知しようと、カラワン君と市の職員が大手口バスセンターで PR 活動を行いました。この取り組みは、どこからバスに乗っても県内のバス停で降りる場合に、毎週水曜日と日曜日は運賃が無料になるもので、県民だけでなく誰でも利用することができます。たまたま案内所に行ったら、今日水曜日だからバス無料ですよって言われて、クレームがあって、だから今から呼ぶと言って、いかまる線に乗って、でちょっと食事して、それから今度唐津城とか、その唐津の何て言うかしら、案内をして、それでもって福岡空港から東京に帰ります。佐賀県すごいなって思いました。なかなかこんなん聞いたこともないし、こんなことできるのすごいなって思いました。今から武雄温泉行くんですけど、なんかで電車で、ね、行くルートもあるんでしょうけど、なんか、ね、ちょっと計画練り直してバス使ってなんか行けたり、なんか幅が広がります。対象のバスは、県内を運行する昭和バス、佐賀市営バス、有徳バス、西鉄バス、西肥バス、JR 九州バス、ジョイックスバス、県内各市町が運行するコミュニティバスなどです。ただし、高速バスは対象外となります。2月26日の毎週水曜日と日曜日まではバス無料となっております。ぜひこの機会にバスに乗って唐津市に訪れてみてください。人権同和教育の一環として、佐志小学校と佐志中学校合同の人権コンサートを2月2日、佐志浜町の佐志公民館で開き、児童生徒が一人一人が輝ける社会の在り方を考えました。コンサートでは、平戸市を拠点に福祉施設などで演奏活動を続けるアマチュアバンド、ブローズが友人と楽しく生きる素晴らしさを歌とメッセージで呼びかけました。キーボードを担当している久保川さんは、生まれつき障害があり、ドラム担当の浜道さんと小学校からの同級生で、浜道さんが引きこもっていることを22歳の時に知り、生きていく中で抱える悩みや生きていく喜びなどを伝えていきたいとの思いでバンドを結成しました。児童たちはブローズの話や歌声に耳を傾けながら、一人一人が輝ける生き方について考えている様子でした。はい、すごく迫力のある演奏で、メッセージ性のある歌詞で人権や平和についてしっかり学べたと思います。障害を持っている人とか、いろんな年の人とか、男の人も女の人も自由に、音楽ができるんだなということは思いました。とても感動しました。障害を持っている人でもこのように自分のしたいことをして、やりたい人と
仲間を作って楽しく生きていける、みんなそういう人生に、そういう人生で楽しく過ごしてほしいなと思いました。市民課からのお知らせです。マイナンバーカードを使って住民票の写しや印鑑証明書などの証明書を全国のコンビニエンスストアなどにあるマルチコピー機で取得できます。また市役所本庁では証明書の自動交付機を利用すると請求書を書く必要がなく、窓口で待たずに取得できます。コンビニのマルチコピー機や市役所本庁の証明書の自動交付機で取得できる証明書は、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、戸籍の不票の写し、課税証明書、所得証明書、所得課税証明書です。コンビニのマルチコピー機や市役所本庁の証明書の自動交付機にはマイナンバーカードを持って暗証番号を確認してから向かいましょう。今回は市役所本庁1階にある証明書の自動交付機を使ってみます。証明書の自動交付機とコンビニにあるマルチコピー機は操作方法は同じです。行政サービスのボタンを押して証明書を取得するためのページに入ります。コンビニにあるマルチコピー機ではメニュー画面の行政サービスの表示が小さい場合もあります。注意してください。画面をタッチします。
証明書交付サービスを選びます。利用規約をよく読みましょう。同意するを選びます。ここから先は画面の指示通りに進めていきます。マイナンバーカード読み取りの画面が表示されたら、所定の位置にカードを置きます。次へをタッチします。お住まいの市区町村の証明書を選びます。数字4桁の暗証番号を入力します。この後、マイナンバーカードは使いませんので、置き忘れないようにしましょう。今回は住民票の写しを取得します。画面の指示に従って選択します。必要な項目にチェックし、確定するを押します。必要部数を入力し、確定するを押します。内容を確認し、確定するを押します。手数料の金額が表示されますので、お金を入れてください。スタートをタッチすると、プリントが開始します。これで住民票の写しを取得することができました。印鑑登録証明書を取得するときは、メニューの印鑑登録証明書を選択します。戸籍の証明書と戸籍の不評の写しは、戸籍に在籍している人の証明書が取得できます。戸籍の証明書はメニューの戸籍証明書を選択し、戸籍の全部事項証明書か戸籍の個人事項証明書を選んでください。戸籍の不評の写しは、メニューの戸籍の不評の写しを選択し、本人のみ、全員、一部の中から選んでください。税の証明書を取得するときは、メニューの各種税証明を選択し、所得課税証明書、課税証明書、所得証明書の中から必要な証明を選んでください。世帯全員分の証明書が必要なときは、窓口で取得してください。このように請求書を書く必要がなく、早くて便利に証明書を取得できますので、証明書のコンビニ交付サービスをぜひ利用してください。マイナンバーカードをまだ持っていない人は、必要な時にすぐ使えるように早めに申請をお願いします。証明書のコンビニ交付サービスの利用時間は、午前6時30分から午後11時まで。戸籍の証明書と戸籍の不評の写しは、利用時間が平日の午前9時から午後5時までです。市役所本庁の証明書の自動交付機の
利用時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで、日曜日は午前9時から正午までです。戸籍の証明書と戸籍の不表の写しは、利用時間が平日の午前9時から午後5時までです。戸籍の証明書と戸籍の不表の写しは利用できる時間が違いますので注意してください。市役所本庁1階の証明書の自動交付機は、職員が操作をお手伝いすることもできます。お気軽に声をかけてください。サービスが利用できる場所は、マルチコピー機が設置されている全国のコンビニなどです。市内で利用できる店舗は、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ポプラ、イオン、ザ・ビッグの各店舗です。国民年金法、児童扶養手当法、雇用保険法など法令により申請や請求の手続きに必要な戸籍の証明書が窓口であれば無料で取得できる場合があります。証明書のコンビニ交付サービスは、マイナンバーカードの中に電子証明書が設定されていないと利用できません。電子証明書の設定は、市役所市民課や各市民センターの窓口での手続きが必要です。証明書のコンビニ交付サービスが利用できないときは、マイナンバーカードと運転免許証などの本人確認書類を持って、市役所市民課や各市民センターの窓口にお越しください。詳しくは市役所市民課電話 72-9120 にお問い合わせください。マイナンバーカードを使うと、住民票の写しや印鑑証明書などの証明書をコンビニで便利に取得することができます。マイナンバーカードの申請も受け付けています。皆さん、ぜひマイナンバーカードを作って便利なサービスを利用してください。以上、市民課からのお知らせでした。唐津市消費生活センターでは、消費者相談を受け付けています。今回は現在寄せられている相談の事例を紹介します。災害に便乗した悪質な修理業者にご注意ください。寄せられている相談の事例としては、訪問してきたリフォーム業者を名乗るものから、屋根瓦が浮いている、保険が下りれば実費負担なく工事ができると勧誘され、申し込み書にサインをさせられた。後日、知り合いの修理業者に話をすると、工事の必要はないと言われたため、契約を解約しようとしたが、申し込み書にキャンセル料10万円と記載されていたというものがあります。トラブルを回避するポイントとして、契約はすぐにしないようにしましょう。災害で被災した場合は、
慌てず複数の業者から見積もりを取り検討しましょう。保険の適用対象となるのか、申請方法はどうするのかなど、保険会社に確認しましょう。不安に感じたら、消費生活センターに相談してください。不安に感じたり、不審に思ったりしたときは、一人で抱え込まず相談してください。平日はここ、唐津市役所本庁2階の唐津市消費生活センターで相談を受け付けています。電話番号は 73-0999。 相談は午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。ただし、新規の相談受付は午後4時30分までとなります。土曜、日曜、祝日は消費者ホットライン局番なし188いやや、または佐賀県消費生活センター電話番号0952-240-0999にご相談ください。相談受付時間は午前9時から午後5時までです。思いがけないことが起きたときは、まず深呼吸、1、2、3、4、5、5つ数えて対応してください。来週放送する番組のご案内です。6日から12日までの特集番組は、令和4年度児童生徒音楽会を放送します。市内の小中学校10校の子どもたちが息の合ったハーモニーを響かせます。放送開始時間は午後1時30分午後8時30分です。6日から12日までの特集番組の再放送は、令和5年唐津市20歳の祝典を放送します。全会場を各10分程度のダイジェストでお届けします。放送順はご覧のチャンネル唐津の電子番組表でご確認ください。放送開始時間は午前9時30分深夜1時30分です。6日から12日までの各課からのお知らせは、唐津市と新日本プロレスのコラボ動画を放送します。棚橋博史選手と重心サンダーライガーさんが唐津産品の魅力を全力で PR します。放送開始時間は午前6時30分午前8時30分午前11時30分午後5時30分、午後6時30分、午後11時30分です。チャンネル唐津の放送時間は、地方唐津や市のホームページでも確認できます。再放送もありますので、ぜひご覧ください。また、インターネット動画共有サービス、YouTube で、1週間分の唐津市ニュースをまとめて翌週に配信しています。チャンネル唐津の放送を見逃した人はぜひご覧ください。視聴するときは唐津市公式チャンネルで検索してください。お問い合わせは校長広報課までお願いします。